もラオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日はプリシスの必殺技ランキングやっていきます。プリシスは10個の必殺技がありますので1位から10位まで発表しますね。では行きましょう。それでは第10位に行きましょう。第10位はホップステップですね。一発3、4万とそんなにダメージもありませんし、ブレイク技なんだけどもブレイクさせたことは一度もありません。で範囲も一応範囲攻撃なんですけども単体って言っていいほど狭いです。そして最後に気絶付与もついてるんですけども確率が低すぎる、あまり気絶しません。続いて9位。9位はモールですね。一発のダメージは5万ぐらいです。で一応範囲攻撃になってるんですけども範囲は狭めで、効果として地中に潜ってる最中は無敵なんですけども潜る前と潜った後隙だらけです。これあんまり使えないんですけども見た目は好きです。続いては8位、ホロホログラフですね。全部当たれば22万と結構いいダメージ与えれるんですけども出す前がとにかく隙だらけ、そして出した後もキャンセルをもらいがちなのでちょっと使いにくい。やっぱり連撃系なんですよね。アシュトンと一緒に覚えた技なので結構期待してたんですけども残念です。第7位。第7位はパラボラビームですね。全て当たると15万と結構いいダメージを与えることができます。でも出るまでの時間が長い。プリシス結構ね出るまでの時間が長いやつ多いんですよね。これもそれで出てしまえば全て当てやすいんだけども出るまでが長い。それでは6位。6位はエイヤーですね。これ2回ヒットしてヒットすれば10万ダメージといいダメージは与えれるんですけども優秀な遠距離技がプリシスには多いのでこれをわざわざ使おうとは思いません。でもまあ強いですよ。それでは第5位です。第5位はポカポカアタックですね。全て当てると15万ダメージと結構いいダメージ与えてくれます。で一応連撃系になるんだけども発生も早くって終わるまでも早い、連撃系の中では結構使いやすいタイプだと思います。プリシスを近接で使うのであれば入れてもいいんじゃないでしょうか。では第4位。第4位は無人君スーパービームですね。これめちゃくちゃダメージがあって全て当てると80万とか90万のダメージを当てることができます。ただし出るまでは長いです。そして出てからも長いです。なのでソロプレイで全てを当てようと思うとちょっと難しいですね。パーティーだったらばまだ当てれると思うんですけども当て方は難しい。そして光属性攻撃っていうのがちょっと良くなかった。無属性だったら良かったんですけどね。それでは第3位いきましょう。第3位はブラッディーマリーですね。全て当たると30万以上と結構いいダメージを当てることができますけどもプリシスでありがちな出るまでに時間がかかるっていうやつですね。出てしまえばいいんだけども本当にちょっと時間がかかります。でも俺は結構好きですね。ただしこれブレイク技になるんだけどもブレイクさせることはないと思います。それでは第2位です。第2位はロケットパンチですね。これはぶっ壊れ技の一つですね。全て当たると15万ダメージととんでもないダメージを与えてくれますし消費 MP が4、えぐいです。ディアスの空破山と同じような感じですね。でもディアスの空破山よりも判定が広くて強いと思います。もうこれ打ってるだけで勝てるんですよね。これやばいです。ではプリシスの第1位です。1位はバーリアですね。これ一発投げると3、40万と結構なダメージを与えられますし連射ができるっていうのがやばいです。ただし MP 消費が激しいので、まあ、それの対策っていうのはしていかなきゃいけないと思います。で自分にバリアも貼るんですけどもそのバリアの効果っていうのはいまいちわからない感じですね。でもむちゃくちゃ強いです。ナンバーワンです。はい、ということでプリシスの必殺技ランキングでした。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。